履物脱いでいただいてこちら入ってください。どうぞ、はい、お待たせいたしました。空いているお座布団どちらでも結構でございます。どうぞ空いているお座布団どちらでも結構でございます。どうぞ。あ、声がすると、どうぞ空いているお座布団空いておりますので、どうぞお入りくださいませ。どうぞ。足は崩してごゆるりとお楽しみくださいね。これ、私のおまんじゅうを知らぬか。これ、私のおまん、あ、これはお客様、ただいま休憩時間になっておりまして、小坊主めを見なんだか。あちらに行きましたよ。全くどこへ行ってしまったことやら。いたします。あ、和尚、探しましたよ。あ、それはこちらのセリフだ。どこへ行っておったのか。いやいや、私はお客様をご案内しておりまして。ああ、そんなことよりも。皆様大変長らくお待たせいたしております。ただいまご覧のように誰も挑戦相手が現れず、勝負が滞っておりました。いやいや、朝方までは大変にぎわっておったんですが、あちらにいらっしゃいます。ほっかぶりの方、あの方が朝からまあ連戦連勝でございまして、来るお客様、来るお客様を次々と任して全員帰らせてしまいまして、いや、私ども大変困っておりました。サニーアレード。今続々とお客様がいらっしゃったということで、これでようやく紅茶を再開できる目処がつきました。ありがとうございます。それでは早速ではありますが、あちらにいらっしゃいますほっかむりの方、あの方の挑戦相手を募りたいと思います。我こそはと思う方は挙手をお願いします。よろしいでしょうか。それでは挙手をお願いします。わ、真っ暗だ、何も見えない、なぜだ、もっと光を。Sir. You see, everyone here doesn't understand Japanese. So if you continue like this, everyone will get left behind. Exactly. We're Kodama. We live in the mountains of Japan. Let's say we're spirits of the voice. Yahoo!ヤッホー、ヘイヘイホー、ヘイヘイホー、トントントン、トントントン。おー、We're fluent in most tongues. We can translate for you. あ、あれ? Will two of us be enough?そっか、ちょっと2人だと確かにちょっと足りないかもしれないね。ちょっと忙しいかも。I come from the mountain of Japan. The name is Yamabiko. Yamabiko? あ、子供、あ、あ、友達ね。あ、どうも。No. Nonsense. He is the god of the mountain. Our boss.Wait. It's not like one of us is greater, right? But tree and the mountain. Can't you say the mountain is greater? Sure, sure. The mountain in terms of size, but the mountain needs a tree to be a mountain, right? They're not friendly of the mountain without trees. Stop! You're missing the point. Stop! Stop! Ladies and gentlemen.遠路はるばるようこそお越しいただきました。本日の紅茶の催しを取り仕切りますは私住職の一休でございます。紅茶とは京都古賀の鉱山地で採れた茶ならば本、それ以外の産地のものならばヒという本美を当てて競うものです。これこれ泣くんじゃない。勝負は時のましてや紅茶で命まで取られるわけではない。しかし和尚様、今ので寺の財産は全て巻き上げられてしまいました。なんとそれは命取り。脳の髄が涼しゅうなってきた。そうだ。Yes. あの男。Let's call 呼ぼう。That man. え、これあの男を？あの男。That man. あの That man. それは一体？
本日お初にお越しのお客様も、まさかこの名を知らぬということはございますまい。少々気難しい男でして、あまり人前に出たくはないと申すのですが、I guess we have no choice. There's not a soul in Japan who knows not his name. He is Mr. Murata. ここにおります。受講殿でございます。そんなにもったいつけなくてもよろしい。身どもがお相手いたしましょう。オン。すべて正解。オールクレット。本でございます。これは愉快じゃん。It's splendid. 重厚。きらびやかな門に春芽をつないだとあっては、なるほど面白うない。なかなか粋なことを言う。だがそなたの語りようと佇まい、甚だ無粋じゃ。和尚、今日は楽しませてもらった。帰るぞ。ジュコ、これまでそなたには何一つ立派なところを見せてもらったが、故に孤独のことがどう言ってくれてもらったのは、me, but... だが、イカ様という言葉は捨てて、なぜかわかるか。とんと、身どもごときには、生き仏と称される一休殿の考えなど、見当もつきません。褒めすぎじゃ、言葉はよい。良いか。Anyway, 村田重工が一気に下げすむ。I don't mind you looking down on me in any way. 下げすむなど滅相もない。まあ聞け。そなたは己の才覚で先ほどの勝負を制したのだ。それをイカ様というのは。村田重工が村田重工を下げすんだということになる。見過ごすわけにはいかん。なるほど。さすがは一休殿。確かに、身どもがイカ様をしたわけではありません。しかし、必ず勝つと分かっている勝負に相手を煽って誘い込む。イカ様以外の何者でもございますまい。そもそも茶とは、英才禅師が幾多の経典とともに僧よりお持ち帰りになられた。さすれば茶は仏道修行に用いることこそあれ、思考のために飲むべきものではなく、ましてや遊びの道具にするなどもってのほか、さにあればこそ幕府も道茶の類を禁ずると戒めたが、その気あんたるべき将軍自ら禁止を禁ず、国家無理をしてまで遊びに興じているようでは、下々の心の乱れなどをして測るべし。そうは申せ、将軍とて属性にあるもの、茶歌舞伎などと覇者も致し方なく所業なれば、一休殿は癒やしくも臨済宗の漱石にある前奏の身にありながら英才禅師のご意行を踏みにじるなど言語道断格のごとき諸行を続ければ仏罰が下るは必定。さてなんだかんだと続いてまいりましたこの紅茶の催し余韻も冷めやらぬうちにまずはこれにてお開き。 There you go。約束の書だ。The scroll of prophecies。約束の書。Are you ready? Yeah. Yes. では、再会。Let us begin. これが寝ている。ダメです。軌道修正できません。これまで。Help! 大気圏に無数の。これという名は、あ
いかにも奇妙だろう。何故？はい、私があまりにもこれとお名前のでお嬢様がつけてくださいました。そもそも名とはそのものの命、魂に深く関わるもの。それをそんなざれ言のようなつけ方をしたとあっては、まともな魂の育まれるはずもない。都人の噂の続きはこうだ。一休和尚は生き仏、涅槃を垣間見たがゆえ、うつしおに足がつかず、凡人にはそれが愚虚に映ると。それをこの目で確かめに参った。その目で確かめて、果たして愚虚に見えるのではなく、愚虚そのもの、聖として敬い崇められる行いはこの三月ただの一つも見たことがない。それがいいお客だったわよね。本日の儲けで今度は蒸し風呂を修繕されるそうです。お嬢もやりてんね。一休和尚に足利将軍、世俗の長とも言うべき二人が、あの低たらくでは、そなたら癒しきやからが癒しいのは、あるべき姿かもしれんな。まあ、ずいぶんないいよね。はい、将軍様に言いつけてしまいましょう。能波さんに取り継いでもらいましょう。ね。ジュコ、こちらにおられます。王様、噂をすれば。噂、聞きたい？どちらのものではございますまい。まあ、将軍様。ああ、これ。Alas. はい。Yes. な、そなた、you? 女であった。We're a girl. あれ？内密に。It's confidential.そんなことより、お控えられよ。構わん、無粋じゃ。That's totally. Yes. 将軍といえど、茶を飲みすぎれば眠れませぬか。そうでなくと、都に流行るは飢饉、疫病、物取り。将軍家においては、奥方日野富子様の専門による跡取り問題、さらには山田様と細川様のいがみ合いとくれ、まさに内憂外患の様相。茶を飲まずと枕を高くして眠れぬ心地でございましょうな。風鈴か。ウィンチャイム。悪かったな。シェイム。俺は舌は一流だけど、鼻は超一流なんだ。残念。さよは、お当てになられた方の追いつけを何でも一つ叶えて差し上げます。その通り。そして脳みそがスケベ一色に染まったバカ坊主たちが鼻血を垂らさんばかりに茶碗に群がりずずっと飲んだら、Me, Fu, He, Hono! はい、このざまだ。というわけで、さよさん、俺は見事に当てたんだから、何でも一つ言うことを聞いてもらわないと。つつましい願いですよ。ほら、その残ったお茶を飲んでください。なんで俺を坊主に戻したがる。俺は絶対に嫌だからな。ぜひとも、お坊さんになっていただきたいのです。あれか、俺が出家したらさよのことを諦めると。甘い。俺のさよへの思いは練りに練ったおこい茶のように濃密なんだ。逆さにしても出てきやしねえ。つうわけだから、俺は出家したとしてもさよのことは諦めないし、だから俺に出家なんかさせても意味ないし、だから俺は出家しない。どうぞ。
どうしても But お坊さんになっていただかないと困りますの。暑いな。It's so hot. でもまだ風鈴って季節でもないだろう。で、そのお公家さんはなんて？ああ、もうすぐじゃないか。いや、もう絶対いろんなことひっくるめて考えたら俺の方がいいって。だってあれ、もうおっさん通り越してじいさんだよ。花ならつぼみのさよちゃんが咲いた頃にはなんだ お仏壇に備えろってか。よし、俺がその公家の色ぼけじいさんとさよをかけて茶で勝負しよう。うん、妙案。老害なんです。 I have 私 tuberculosis。 え、それでこいつに坊さんになってもらって弔ってくださいと、そういうこと。老害っていうのは結核のことですよね。当時はもう治らない病気だったんですよね。やっぱり歯茎から血が出たりはしないですよね。それは思想脳炉だ。大して面白くない。暗い、もう暗いんですよこいつ。湿度が高いな。うわ、ね、これ触ったら病気ないでしょこれ。うわ、なんか痒くなってきた。うわ、なんか痒くなってきた。うわ、なんかジンマシン出てきた。うわ、なんか痒くなってきた。さよちゃんが亡くなったのっていつの話ですか。あの将軍、誰でした。何やら将軍様が死に召された案がございます。ああ、吉典号が赤松のなんちゃらに殺された事件、それね、後の世では破棄の乱って言うんですけど、もう亡くなってから20年以上経つやん。怖い、ね、ちこいわ。暗い通り越してなんかもうしんどいわこれ。また痒くなってきた。なんかじんましん出てきた。うわ、かゆい。うわ、重がゆ。うわ。どうかあなたの受講様の迷いを断ち切ってあげてくださいまし。まあいいや。Anyway.宣告する。うじうじ悩んで来世は印鑑。死にか、死にか、かそのようなことをおっしゃらずに、受講様が心を改めましたならば、どうかその時にはお導きを。人の羨む当者の際、飽きないでなした奥間の際、それにも飽き足らず、御仏にまでしがらず、ここまでいらっしゃったのでしょう。その上まだ夜は眠れぬとまでおっしゃるのですか。おかしいな。私は思い出と語らってるはずだが。あなたというより、すごく、つくづく。つくづくなんだ。さよ。さよ。つくづくなんだ。さよ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 。いや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 。やはり私のような神経の細いものにはこのようなところで横になるというのはとてもとても。将軍といえど茶を飲みすぎれば眠れませぬか。
お師匠さあ日が昇るまでは大きな probably won't wake until sunrise さようでございますか Is that so? どうかされたのですか Is there a problem? 禅の手ほどきをお願いしようと思いましてそれじゃあ一同揃って座禅の日、はい、それではただいまより皆様と一緒に座禅を組みたいと思います、つきましては、座席の方を移動していただきたいと思いますが順番に参りたいと思います、手荷物を持って移動していただきたいと思います、また元の席に戻れるとは限りませんので手荷物を持っていただきたいと思いますお忘れ物があった場合それはご仏前ということで換金させていただきますよろしくお願いします、ではまずこちらの3名のお客様座禅とは何か What is meditation? ただ座るということです It is to sit. 目は閉じるでも Not to close 開けるでも or open your eyes.半眼にて行います。Open them. さあ皆様、準備はよろしいでしょうか。Are we all ready? それでは、座禅。Let us begin. 開始。お師匠、さあ。いや、寝てないで。I'm awake. お師匠、さあ。一つ、お願いいたします。どんなお気持ち How do you feel? 聞かせて Tell me 己以外の誰の助けも借りてはいけないとずっと念じていたそうね You did そう Yes 念じてはいたが I kept telling 念するばかりで私は怠っていたのだみなさま、これより茶を一杯思想したいのですか。いや、もう、なんだ、塾校って来たら、なんかお茶を飲みたいと言っておったが、ああ、そしたら、あいつはどこか行ってしまった。じゃあ、茶の準備は誰がするというんだ誰も茶の用意をしておらんではないか。あいつはいつもな、そうなんだ。やりたいことがいきなりできる世の中だと思っておる。そんなことだからな、なんか、やりたいことだけど、そういう無責任な大人が増えるわけだ。あいつはそこのところを分かっておらん。茶の準備は誰がするというのだ一人でやるつもりなのか、そんなわけないだろ。茶の用意をせずに、なんかやりたいことだけって去るなんて、そんな大人のやることじゃない。What are you saying? いやだから誰が茶の準備をするんだって。Hey! So who's going to prepare the tea? うん。そう誰が茶の準備をするんだ。Wow! もう用意されてある。これは夢か。幻か。Or an illusion? あっあっあっふう。Also, I would like to serve you a bowl of Usucha. Thank you for making your way here today. どうぞよろしければお菓子を召し上げてください。お客様、お菓子は行き渡りましたでしょうか。どうぞよろしければお菓子を召し上げてください。There are no strict rules or manners. なおですね、茶席ではこのようにお茶を召し上がっていただかなくてはならないという確たる決まり事はございません。例名お好きな形でお召し上げください。中にはですね、お茶とお菓子を代わりがこに食べたいというお客様もいらっしゃいますが、もちろんそうしていただいても結構でございます。ただ、先にお菓子を召し上がっていただいて、お茶をお待ちいただくのが世の多数派となっているようでございます。ああ、
食べ終わった懐紙は畳んで自分の横か後ろにでも置いておこうかな。そうしてください。亭主に心を込めてお手前頂戴いたします。ただ見ての通り少々力もこもりすぎでございますので、どうぞ皆さんもう少し力を抜いて申し上げてください。まだやっていらっしゃる。返し返し。お疲れ様でございました。Thank you.次客様、三客様には亭主村田塾より会社湾にて失礼いたします。四客様よりは無礼の立て出しにて失礼いたします。いや、なんかいろいろと新鮮でよかったよ。新しい。見事じゃ受講。座教に読む人差し、舞うとしよう。将軍、この場で舞うというのもいささか。不遂か。それもそうだな。これ。Alas. これをやろう。Take this. 縁語という坊さんが書いた書なんだけどな。軸にして床の間にでも飾ってくれ。元気でな。Take care.免許書いて。You're certified. ありがとうございます。Thank you. そろそろ閉まってくれ。Let's finish already. それでは。I would now. おしまいにいたします。Like to finish. 皆様、本日は誠にありがとうございます。Thank you very much for joining us this evening. 結びに変えまして、僭越ではございますが、演者の紹介をさせていただきたいと思います。まずは村田塾の成田の君さよ、さよを演じましたのは村田塾あきゆみ、あきゆみ
続きまして足利八代将軍吉羽さんは大石たつき寺の男装の小坊主これを演じましたのは神本明子寺に出入りしております遊女を演じましたるは黒木陽子そして歴史上におきましても京都は大都市に向け援護省の国籍を村田塾に渡したと伝えられておりますご存知一級総順演じましたるは F ジャパンそして将軍のお月の同胞衆の一人能雨を演じましたるは私蓮行でございましたありがとうございました続きましては日本語を英語に通訳する小玉山彦でございますこちらから藤井聡太郎高田春菜柴田純郎鳥は本編の主人公でございます我が国のワビ茶の祖と称される村田塾を演じましたるは森谷皆様、本日は誠にありがとうございました。